んですけど、今日は初めてやらせていただいております。とりあえず汗が本当にやばかったですね。オープニングブロック結構やばくて、でも私のうちは結構見つけられました。ありがとうございます。結構見えました。やっぱスタンディングなんでね、こういつもみたいに傾斜角がないのですごい見づらかったんですけど、でもまあ頑張って私のファンの人を見つけることができました。オープニングがねちょっと珍しい感じの始まり方で、いつもと盛り上がる曲とかなんですけど、今回ルビーっていうちょっと大人っぽい、しかもあんま披露したことない曲でやって、ユニットはおニューの上履きをやりました。まあみんなびっくりしたんじゃないかな。だってここに可愛いユニットに私が持ち込まれるとは思ってなかったでしょう。今までのチームエイトのユニットからするとっていう感じで、ちょっとみんなが衝撃的な衝撃を受けてしまったのかもしれないですけど、まあでもなんか本家のね衣装がね着たかったんですけどね、まあ、本家はね他グループさんなんでね、まあちょっと無理だったっぽくて、ね、本家の衣装めちゃくちゃ可愛くてね、まあ、本家の衣装じゃなかったんですけど、めちゃくちゃプリティーな衣装をね着ました。帽子で、まあ、帽子をね本当は今日ポニーテールにしようと思ってたんですけど、帽子があるのでポニーテールをかぶれない。あのね、ゆりな生まれてきてくださってありがとうございます。だってあのねさんありがとうございます。クワさんタワーありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そうで、そう今日ポニーテールにしようと思ったんですけど、ユニットが帽子があるのでポニーテールにしてしまうと帽子がかぶれないということで、でハーフアップにしようと思った。でもハーフアップだとあの帽子あんま高さないからちょっと微妙やなと思って、まあユニットも可愛らしい感じやし、まあ、オープニングもねあれなんだったんで、まあハーフツインでいいかなと思って、可愛らしくハーフツインにね今日はしてみました。そうっていう感じでね、もう足がむくみすぎててやばい、ズボンの跡めっちゃついてんねんけど、えすごい、足がむくみすぎてズボンの跡めっちゃついてる、えすごいんだけど、どんだけどんだけ、そんなにそんなに、びっくりしたよ今、すごい跡むくんでるわ。まあ頑張ったという証拠でそうで、そうおニューの上履きをねやりました。でなんか16人姉妹あ、ま、っていう楽曲があって、で今回17人姉妹でやらせてもらったんですけど、16人姉妹と私正直曲知らなくて、なんか誰が YouTube で探してて、でなんかこうチーム B 推しみたいな、なんか一人ずつ紹介できるやつがなんか良かったみたいな。ででもチーム B 推しは B が使うじゃないですか、だからっていうのでなんか調べてたら、あの16人姉妹っていうのが出てきてて、 それでなんか今回それで一人ずつ紹介みたいな感じでやったんですけど、そうみんな出てきてね、ちょっとね珍しい楽曲が今回は結構多かったかなっていう、こう今まで普通の私がまあ8でやってきたコンサートだったり全体のコンサートだったりでやったことない曲もう結構あったりとかしてたので、もしかしたらなんかそういうちょっとあんまりそういう披露しない曲を好きな人とかだとおってなったのかもしれないですねっていう感じですね。まあおなじみのね公演でやってるようなラブトリップとか翼はいらないとかいうのもやりましたけど、まあでもねポジションが全然違うかったんでね、私的にはね全然逆に大変でしたけど、やっぱポジションが違うんでね、すごいいつものね公演でやってるタイミングでねやろうとしてしまいがちなんでね、
個人的にはね違うポジションだったね。曲は同じでもねちょっと難しかったです、もはや逆に。そうてな感じで、あと何かな、まあ、あと卒業するメンバーでね涙のせいじゃない歌ったりとか、まああと思春期のアドレナリンをねやっちゃったりしちゃったり見ちゃったりしちゃったりしちゃって、やばい、なんか乾燥しすぎて皮が伸びて治らないんだよ。それでね、あそう、中盤の衣装がさめちゃくちゃのピタピタピッタなのは、私がちょっとぽっちゃりしてるせいな、足がムチムチなせいなんですけど、めちゃくちゃ短パンで、もうめっちゃちょっと本当にやばかった、すいません、お見苦しいものを見せてしまいって思いながら踊ってました。ちょっとね、あまりにもちょっとねズボンズカズボンすぎて、本当にスタイル丸出しって感じで、もうちょっと本当痩せとけばよかったって本当に後悔しました。常に痩せてない私が悪いですっていう感じで、本当にやばかった、マジでムチムチだったしね。なんか他に短パンの子みんな細くてみたいな、しかもなんかもともとフィッティングの時に短パンだったメンバーもいたんだけど、なんかスカートに変えてもらったとかって言ってて、変えてもらえばよかったちょっとねもう短パンが短パンすぎて、若干ねちょっとねアウトを気にしすぎてちょっと全力でできなかったところが悔やまれるなっていう感じでしたけど、ゆりなちゃん的にやっぱり、うん、そう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 、放送事故起こしたら大変やなと思ったからちょっとその辺も気にしちゃったりしちゃったよねっていう、そうそう、めちゃくちゃ恥ずかしかった、もうやばいよね本当に。でもあの衣装ってハートエレキの衣装で、私あの AKB のアクスタートじゃないですか、あの時にあの小島さんのハートエレキのセンターのやつを着させていただいて、でアクスタにさせていただいたんですけど、そうあれのね、あの違う、私短パンバージョンっていうやつ、短パンを履きました。あれなんかほんと可愛いね、あれ初めてあのいろんな衣装のスカートでもいろんなデザインがあって見たんですけど、まあ今日メンバーが来てね、めちゃくちゃ可愛いなと思いましたね。あのいい感じですね、チーム4だし黄色だし、よかった、あれは可愛かったね。ただもうほんとムチムチなだけでびっくりしたんだけど、いや本当恥ずかしかったわ。で最後は T シャツにスカート、キラ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 のスカートを履いて終わりっていう感じだったんですけど、まあなんかいろいろ、なんか曲に関しては、私ねブログを書いたんです、あのもうさっきね帰ってきたばっかなんですけど、あの帰りの電車の中でひたすらずっとブログを書いてて、今日中にねアップしていただくようにあのスタッフさんにお願いしたので、あのさっきね文をもう提出してるので、もうずっと帰り道ずっとねこうやって電車の中でずっとブログを書いてたんです。それをね今日投稿していただけるようにお願いしてるので、まあ皆さんよかったら投稿、あのファンクラブのねやつにいろいろまた書いてるので、写真も載せてるので、あのよかったらチェックしてくださったら嬉しいです、お願いします。そんな感じかな。なんだろうね、コンサートでもね、どうなんだろう、みんなのあんまり感想まだね全部見てないんだよね、ごめんねって感じなんだけど、だツイッターの返信はね見たの、結構なんかあのなんていうんですかね、私がツイートしたじゃないですか、ありがとうみたいなやつ、そうでそれは見たんだけど、あと755もね見たの今日も、だからもう特にもうあとコメントはないんかな、あとなんだろう、うん、まあ、これからしてくれるコメントぐらいなんですけど、まあよかったらねもっとコメントください、感想を。あ、ワッフルさん、くまさんタワーありがとうございます、ありがとう、イエーイ、嬉しい、ありがとうございます。なんでね、まあよかったら感想ね、ツイッターハッシュタグ仰天ゆりなんてつけてツイートしてくれたら見ますんで、よかったら見てください。今回ね撮影タイムがね残念ながら1個じゃない、なんでこうって1曲しかもうダメだ、疲
疲れた疲れてるって体が言ってるわ。1曲しかねなかったからちょっとあれだったんですけど、まあもしよかったらアップしてください。でも結構ね今回紙下どっちが多いって言われたんですけど、意外にもね紙にも下にも私すごく言ってたと思うんですよ。私がなんかうんって言ったのは多分そのまんまだったと思います。結構紙にも下にも行かせていただきまして、結構紙にも下にも行ったんじゃないかなと個人的に思っています。あ、ニケオさん、クマさんタワーありがとうございます。ありがとう。あ、あのねさんも、あれ、あのねさんさっき投げてくれたのに、またまたありがとうございます。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。そう、なんかどれぐらいね、フールさんの方かな、配信の方で映ってたのかちょっとわからないですし、どれぐらいモニターに映ってたのかもあまりわからないんで、私たちパフォーマンスしてる側なんで、まあ、映ってたらよかったなーっていうふうに思っています。まあ感想はね、もうツイッターでも何でもいいんですけど、送ってくださったら見ていますので、よかったらよろしくお願いします。まあそんな感じでね、もうチームとしてのコンサートは、クラのチームフォーティスのコンサートはね最初で最後になってしまったんですけども、次は千秋楽がね10月3日にあるということで、まあどれだけね劇場公演に私が出れるかわからないんですけど、まあできるだけたくさん出れたらいいなとは思ってるんですけど、まあちょっと正直わからないですよねって感じなんで、まあちょっとまあそんな感じで千秋楽もね、まああと2ヶ月ぐらいかな、まあ2ヶ月約弱2ヶ月なんで、まあその後はね武道館 3days があったりとかまあすると思うんですけども、まあまあ会える機会はあるけど、その会えるなんて言うんですかね、まああれはねどうしても小規模になってなんて言ったらいいんですか、ね、やっぱここまでやっぱチームコンサートみたいな感じにフルで全部出れるっていうことはやっぱりこのチームじゃないとなかなか難しくて、やっぱ全体になるとやっぱね出る曲数も減ってしまいますし、やっぱりメインというよりかはこう旗でっていう風になってしまうから、まあ、メインで踊れない私が悪いんですけども、やっぱりなかなかねファンの皆さんもどうしてもこう応援しがいがないと言いますか、なかなかちょっとっていうこうねふうに思ってしまうっていうのはあると思うんでね、まあ、今回こう外れてしまった人は本当にねもっと大きいとこでねやったらもっと当たってねもっとみんなとって思ったんですけど、残念ながらね今回はまあちょっと外れてしまった人が結構チーム4は多かったっぽくてということで、なんかすごいちょっと残念だったんですけども、まあでもなんか結構すごいファンの人コールもたくさんしてくださってて、すごいそれはね結構感じました。すごいなんか皆さん最後やけめっちゃ気合い入れてくれてんのかなと思ってしまうぐらいの素晴らしいコールだったので、まあこれからちょっとどういうね体制になっていくかわからないんですけども、まあ応援していただけたら嬉しいなというふうに思います。まあ皆さんもね今日は多分声を出して明日は声が枯れてると思うんでね、皆さん頑張って喉のケアを、私も本当に声がどんどん枯れて明日もっとひどいかも、やばいよ仕事が待ってるからね仕事が待ってるよ、やばいよ、もう声を枯らしてる場合じゃないよ、みんなもね声を枯らしたらねガラガラペッペってやるんだよ、喉を舐めてマスクして加湿器かけてそれが一番いいということで、15分経ってしまったんでこの辺で終了にしたいと思います。チーム4は女性席が他より全然多かったらしい、あめちゃくちゃ多かったよ、特にやっぱユーリーさんファンすごかった、なんか女性席のところね 見たんだけどね、もうユーイーとさユーリーがめっちゃ似とるんだわ、だけさ刺さっとるそれちゃんと充電器、
じゃあ追いついてないわ。もうやばい、低力モードになってもうね、そろそろ充電切れるって言われてるんで、ちょっと充電してるんですけど、なぜかなんかちょっとダメですね。というわけで、そう、ゆりなとゆいがめちゃ似てましたっていう話です。ただそれだけです。でもね、その中にもゆなちゃんのファンのね人はいましたんで、見つけました。ちゃんとお手手も振りました。なるべく見つけてお手手を振りました。やっほーって。2階席もねお手手振ってみた。でもあんまりなんか返答がなかったし、あんまりなんかピンク持ってる人もいなかったし、あんまりゆなのお茶見えなかったかなんか、あんまりいなかったのかもしれない。でもファンの人で2階席に座るよって言った人がいたから、ちょっとお手手振ってみたんですけどね、お手手振ってることに気づいてなかったのかもしれない。あんまりねコール&レスポンスがなかった。あとちゃんと上見て踊ってみたけど、まあでも上から見てるでしょうっていうことで、まあお手手振ったんで、まあもし振ってくれたと思った2階席の底のあなた、うん、振ってます。なんでそれでよろしくお願いします。なんでというわけでランキングを読みます。もうちょっと充電やばいんで頑張ります。充電器が13ヒカル 400X さん、12ヤングさん、11ゼロさん、11カイシーさん、900キヒコさん、8横吉さん、7岡山さん、たくさん笑顔に元気になるなるライブだったよ、だってありがとうございます。6位沢正さん、5位マーニャさん、楽しい時間ありがとう、だってどういたまして。4位カズさん、おニューの上履き可愛かった、言ってよかった、だってありがとう。3位ワッフルさん、クラノンナナのチーム4大好き、だってありがとう。そして第2位ニケオさん、楽しいコンサートありがとう、だってこちらこそ。そして今日の第1位はあのねゆいの生まれてきてくださってありがとうございますさん、ありがとうございます。そしてですね、タワーがね、1,2,3 ワッフルさんまでかな。だからワッフルさん、タワーありがとうございます。そしてニケオさん、タワーありがとうございます。そしてあのねさん、クマさん、2つタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。というわけで今日はちょっと短かったんですけども、見てくださって本当にありがとうございました。今日はみんな早起きだったと思うんで、いや知らんけど、私はめちゃくちゃ早起きだったんで、今日はもうこの後メイク落としてお風呂に入って早く寝たいと思います。それじゃあ皆さん、今日も見ていただきありがとうございました。また明日ね、バイバーイ。